はい、こんにちは、サソリボスでございます。今回なんですけども、ここバイロンベイでございます。今回は金属探知機を使ってですね、バイロンベイにお宝があるのか探していきたいと思います。それでは行きましょう。それではやっていきます。How's it going?Very good, it just started. Yeah? Haven't found anything.反応が出たんですけど、番号がピロピロピロっていっちゃうのはなんですね。こういうのだと反応するんですけど、こういうのがボトルキャップみたいなのはありますね。ボトルキャップですね。お、10セント10セットゲット。これはまあ全部掘ってみますか。一応もしかしたらコインかもしれない。これか。はい、見つかりました。ワンダラ。またちょっと深いけど、ラインにあれです。ビンゴ。20セントです。You can set up like a monetary, so you can find coins and relicsAlso, they've got a gold mode. Found some nice big nuggets. Oh, yeah? Yeah. With a detector? Detector, SD2. SDC 2300. Yeah, SD 2000. I found a 3.5 ounce. Oh, that's amazing, eh? Yeah. Good to see ya. ここのナンバーが9、10、11。で、ソリッド。番号がソリッドなの結構ね。5セント。おお、SD カードを見つけた。 SD カードを見つけました。さすらい坊主。まあ使えませんが、一応持っときます。ナンバー硬いな。14、13、14か。金色の謎のものをゲットしました。見つけました。1ドルです。これを最後に終わります。ビンゴ。最後に2ドル見つけました。素晴らしい。はい、ということでですね、今回、バイロンベイのメインビーチでやらせてもらったんですけども、まあ、初めて使った機械で取れた商品がですね、こちらです。金額して 4.5 ドルですね。プラス、まあ、ボトルのキャップと SD カード2枚ですね。で、あとね、謎の金色のね、なんかなんですよ。まあ、大体1時間半ぐらいして 4.35 なので、割には合ってないけどですね、初めてのプロスペクティングだったので、良かったんじゃないかと思っております。では、さよなら。